ことを重ねるたびに好きが増しました。なぜあの時私の手を引いたのですか？他の子にも同じことをしているのですか？思わせぶりはやめてください。すごいストレスがたまる日々を送っているんですけども、さすがに僕もちょっと癒しが欲しいなと思いまして、今回こちらクリスタルボールを作っていきたいなと思います。イエイ。でこのクリスタルボールなんですけども、この見えるかな、小さい粒があるんですけど、これが100倍までね、膨れ上がって、ちょっとね丸い こんなような玉が出来上がるんですけど、それがちょっとね癒しストレス効果、また水回りに利用ができて、なおかつ色彩を楽しむことができたりとか、なんかいろいろ使い道があるんですよ。なんで今回これをちょっと作っていければなと思います。で僕はもうすでに準備しました。今回それを作るのは水で作るんですけど、これね、これ水を今回用意したので、これにこのクリスタルボールを普通に入れてって、どんな感じになるか検証していきたいなと思います。ってなことでやっていきましょう。はい、ってな感じでこれ早速外して入れていきたいと思います。ま、意外とあれやな、これベタベタしてんな。ベタベタしてる。でこんな感じかな、見えるかな、こんな感じですね。一玉一玉ほんとこんな感じ、ちっちゃいですね。見えるかな、うん、こんな感じ、すごい小さいです。これをなんか手がエロいね。手がなんかちょっとエロい、手がエロい。ただ俺は癒しが欲しいだけなのだ。あー、出てこい玉、出てこんぞ。やばい、なんかこれ見たら金魚の餌に見えんな、今の段階だと。金魚の餌にしか見えんど。おー、これちょっと水多くねえかな、水が多い気がするんだけど、まあいいや。あー、ティー、おー、あれどっか行っちゃったな。おいっと、てな感じで一回入れ終わりましたんで、このまま4時間ちょっと様子を見ていきたいなと思います。はい、というところで、置いてから15分ほど経過したんですけども、ちょっとね見てみようかなと思うんですけど、取れないこんな感じですね。これでこうなんかブニブニとした感じで、なんかゴツゴツちょっとしてきてますね。で徐々にでっかくなってきてますね。もう15分の時点で徐々にでっかくなってきてます。うん、これはこれね、なんか触り心地がすごい今の段階で。てな感じでまたちょっと置いていきたいなと思います。1時間経ったところでどれだけ大きくなったか見ていきたいと思うんですけども、パッと見ね、もうすでにちょっとでっかくなってますね。ちょっと持ってみますか。こんな感じですね、ブニブニ。なんかちょっと今亀の甲羅みたいになってますね。亀の甲羅っぽく見えるかな、こんな感じになってますね。でプニプニプニとした感じかな。おお、なんかちょっとずつ近づいていってますね。これ案外4時間もつけなくてもいけるかもしれないですね。てな感じでまたちょっと置いていきたいなと思います。というところで4時間経ったクリスタルボールはこちらですね。なんかちょっと水の量が多すぎていびつな形になってますね。本当はもっと綺麗に丸くなるはずなんだけど、ここら辺とかね若干へこんじゃったりとかもしてるんですけど、まあ、とりあえず無事できました、クリスタルボール。うわーい。というところでね、まあ、このねたくさんあるんだ、このクリスタルボールたくさんあるんだ、こう手で作ってもいっぱいあるんだ。これを最後に木にあげて終わりたいなと思います。やっぱこれねクリスタルボールとしてもね、なんかラベンダーの匂いがして結構いいんですよ。やっぱり癒し効果があるって書いてあっただけやっぱいいですね。まあこれ僕は函館で買ったので、もしね興味ある方は函館行く機会があれば買っていただければなと思います。てな感じでこれ最後にあげて終わりたいなと思います。うわ
まあこうやってあげるといいって書いてあったんで、うん、最後にこうやってね、やっぱ木を大切に、自然を大切に、うん、して いければなと思いますので、あげたいと思います。ぐーっとモニ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 。でもこれ買ったのが100円ぐらいなんですよ。100円でこれだけ、なんて言うんでしょうね、あの楽しめる、癒しがあるプラス草木にいいとなったら結構いいものですよね。うん、結構お買い得感がある。1個で何個もできるっていうね、そのお買い得感、僕は結構好きですね、こういうクリスタルボールって。で最後にちょっと水もあげとくか、これってな感じで終わりたいなと思います。ありがとうございました。おにぎり大好き、日本の心、おにぎり大好き、大人も子供もみんな好き、おにぎり大好き、本当パンハサ、チャオ。